超重要のですね3番に年貢というのを持ってきました一番の権威と権力というのは、まあ、日本の歴史2,000年にわたることであり、まあ、2番目にいった拉致というのはですね私たちの思考の欠陥みたいなものを考えたわけですね2回やってみますとどうもあのこのブログ10分ぐらいでだいたい終わるようにしてるんですけどもそれではこの10 超重要問題というのはですねなかなか真の底までいかない感じがしたんですがしかしまあ日本には年貢っていうのがありまして、えー、これはまあ財体全体的に言うとこういう感じなんですね。えー、貨幣経済がまだ発達してない時はお百姓さんとにかくお金持ってませんから、えー、税金を取るったってお金出せったってお金持ってないわけですから。 えー、作物を出すということになりますからこれが年貢ですね。で少しずつ少しずつなりますと、まあ、室町時代ぐらいから貨幣経済が発達してお百姓さんもお金をある程度は持つことができるようになった、まあ、それでもなかなか難しかったと思いますけれども、まあ、お米の年貢お米の何割出すということで、えー、お米を納入するっていうのが普通でしたが一部では 貨幣が用いられたりしておりましたしたかし江戸時代ではもう貨幣は一応発達しておりましたが今度は思想としてっていいますか考え方として年貢というものを使ったわけですね。でまあこういった歴史的な経緯っていうのは、まあ、この前もあのどっかのテレビでお話ししましたらいろいろ意見の違う方がおられて私が言った意味がちょっと通じなかったもんですから私は実はあのどの時代にお米が年貢として使われ えどの時代に貨幣がえ税金として使われたっていうことをちょっとお話したんじゃなくてえと貨幣で税金を納めた場合の貧富の差とお米で年貢を納めた場合の貧富の差のことを言いたかったんですがなかなかちょっと私の言い方が悪くてですねえ違う方向に行っちゃったんですけどえまあ日本人の特徴っていうかあのその人の本当に言いたいことを取らずに 欠陥を指摘するっっていうちょっと癖がありましてねこれはまあどこでもそうなんですがまあそういうことになってしまいました。えっともしもですね税金を貨幣で納めるとしますね現在ですともう数字だけなんですが昔でしたら難問船とかですね銅線とか銀線とか金銭、金貨なんかありましてですねそれで納めるわけですね。そうしますとそれを納める方で受けてる方はですねそれをまあ,あの蔵っていうか蔵ほどでもなくて まあ金庫みたいなところにしまっとけばいい。染料箱みたいなのにしまっとけばいいわけですね。いくらでも貯められるわけです。しかも、まあ、金貨は腐らないということで、そのまま置いとけばいい。そうすると貧富の差はどんどん開いていくわけですね。税金を集める人は過酷に税金を取り立てればですね、まあ、いくらでもそれを蔵に入れとくことができます。ところが年貢となりますとですね、お米を納めるということになりますとですね、まあ、お米をみん,なみんな、お百姓さんが、えー、領主に納めてくる。 そうすると漁師はそれを受け取って、反抗化なんかをして、それで蔵に入れるわけですね。そうすると、まあお米はやっぱりかさばりますからね。そんなに大金持ちになるってことはできない。それから腐っていきますから、おいしくなくなってきますからね。ですから必然的にお米の不作の時とか、飢饉の時なんかにそれを放出するわけですね。そこで標準化というか、 あまたお百姓さんが飢え死ぬのを防ぐというそういう役割を果たしていたわけです。まあ、したがって年貢っていうのはすごいうまい制度でですね <laughs> つまり大金持ちも作らず基金,基金の時の安全面にもなるセーフティーネットになるっていうわけですね。いやその年貢という素晴らしい制度があってそれが機能していたのに何だか知らないけど税金が貨幣になっちゃったんですよ。貨幣になっちゃったからですね えーっと大金持ちがででできちゃったわけですよそれで例えば今だったら、まあ、僕があんまり、えー、その買ってないゴーンさんとかですねそれから信仰の会社でもなんかお金をものすごく儲けて儲けるってことは不当な利益を得てると僕は思うんですけど不当な利益を得てそれをまあ誇示してマスコミがそれを生やし立てるっていうのは非常にこの日本的じゃない方向にいってるわけですね。 ところが、今でも年貢にしたらどうなんですかね。お役所さんはお米を納めると。トヨタ自動車は自動車を納めると。それから、私だったら、まああんまり年貢として認められるかどうかわかんないけど、書いたものを納めると。つまり、その人たちが成りわとしていることを納めるというふうにしますね。そうすると、まあ、税金使う人もですね、えー、自動車をそれほど毎日 使うわけじゃありませんからねトヨタ自動車が払う税金だって車で払うってことになるとまあそれほど駐車場も置いとけないしおのずから制限がありますよねだからそういうふうにするとってかそれはちょっとあんまりいい案じゃないんですが実は私が言ってるのは経済学者そのくらい考えてくれよっていうことなんですが私はまあ経済学者に辛いんですけど全然いい方にやってくれないんですよ。<laughs> その 要すするに貧富の差を大大きく拡大しいいけないわけなわですね。そんなことするからアメリカが1%の上の人が50%の資産を持ってたり、まあ、別の統計では 0. 点たった0.1%の人が50%のキャッシュフローを握るといった、まあ、そういった現象になるわけですね。ですから、まあ、日本の年貢制度は非常に素晴らしかったつまり国民がそれぞれやってることの一部を収める。 つまり国民がやってることってはみんなが必要なことですね。お米も食べなきゃいけない。野菜も食べなきゃいけない。えー、それから自動車にも乗らなきゃいけない。それからもう本もたまには読まなきゃいけないということで、そういうことで国民が仕事をしてるわけですから、国民の仕事のまあ1割を政府のお役人に差し上げると。そうするとお役人はそれを使って、あと自分で何か足りずは働いてですね。 そしてまあ、政権を立てるっていう風にするとですよ NHK なんかも正常化するでしょうね NHK も受信料を取るんじゃないんですよお米はですね自動車が NHK に収められるわけですよ受信料としてそうするとそんなのもらったって放送は放送でやっていかなきゃないってことですよねで、まあどういう制度を作るべきか別にして自由主義民主主義が崩壊した現在ですね やはり日本の昔の年貢という制度をもう少し見直してですね、そのままいきませんよ。またこれはすごく非難が来るんですが、前向きに考える人って少ないんですよ。今頃年貢ってどうすんだとかって、いやそうじゃないと、僕の言ってみれば1、1%の人が50%の富を独占するとかですね、それから150兆円を持っている中国の金持ちがいるとか、それおかしいですよ、絶対。これ制度上の欠陥ですよね。それで 日本には昔からまあ第一回であった権権威と権力つまり国民主権にするために権威というのを決めて天皇陛下を置き天皇陛下が依頼する形で殿様に権力を渡すとまあこういう二重構造をすることによってまあ日本は平等性のある社会ができてきたわけですね。それと同じように昔の年貢という考え方年貢で決めればですね お金持ちははいいものは食べられますよだけど自分の食べるもの以上には豊かにならないっちゃわけですよ。食べるものは贅沢になる。だから食べるもの着るものは贅沢でいいけどあなた一人でねこんな20億も30億も年俸をもらってどうすんのっていう非常に当たり前な非常に当たり前のことをこの現在の社会に適用するような経済制度はありえないかっていうことなんですよ。 まあもっと厳しい言葉で経済学者に言えば「あなた方経済学者っていう限りはそのくらいのシステムは提案してよと」と、ね、我々技術者だって新幹線作ったり飛行機作ったりスマホ作ったりしてんだから全然進歩しないじゃないのって言って刺激してもいいんですけど、まあンカを売るつもりは全くないんですけどねその私たちは権力と権威と権力を分離したという天皇制の素晴らしいこととそれから年貢という。 貨幣ではない税金を発見してそれで貧富の差を防ぎ危険な時基金みたいな危険な時が訪れた時のセーフティーネットになったとまああの今の税金ですとねこの前みたいに福島原発が爆発したら復興税とかいうことでまた庶民から税金を取るとこういう変なことが行われるわけですねもしこれ年後になったらですね福島の原発が爆発したら 今まで政府に溜まっているお米とか、まあ、そういうのが放出されるという非常にノーマルなことが循環として行われる、まあ、ぜひですね、えー、経済学者の方でこのブログを読んでる方がおられたらこういう方法はどうかということをご提案いただければと思います。